かわいいなぁ、ほんとに。はい、回りました。ありがとうございます。はい、多分映っちゃいけないものとか大丈夫？いや、そちらがなければ。全然大丈夫。はい、あ、いいね、いいね。オンエア。オンエア。オンエア。じゃあ。では。行きましょう。はい。じゃあ行きまーす。あれ？曲さ、真ん中に挟んだ方がいい？そうですね、そうだね、真ん中挟んで、お便り、あ、お便り、お便り先にやるか。ちょっとお便りだけ紹介させて。じゃあ、はい。はい、行きまーす。5、4、3、1。さあ、今日は素敵なゲストが来てくれております。三刀流。ね、大谷翔平選手二刀流ですけど、なんと三刀流のプロサーファー井上貴選手来てくれています。貴ちゃん、ちょっと一言まずお願いします。皆さんこんにちは、サーフィンで3種目をプロとして世界をメインに活動しています。あら、かわいいねえ、貴ちゃん、後でちょっとゆっくりまたいろんな話を聞かせてくださいね。はい、ゲストコーナーに行きたいと思います。三刀流プロサーファーの井上貴選手。貴ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、貴ちゃん、フィリピンから帰国したばっかりということで、フィリピンはどんな大会だったんですか？僕が6年ぐらい出てるワールドツアーの、アジア予選になりまして、うん、で僕はもう去年の時点で世界ランキング9位だったので、はい、今年 の、 出場権を自動的に獲得していたので、うん、妹に、うん、が入れるように妹のサポートがメインで行ってきました。さくらちゃんとかえでちゃんと2人、はい、今日ね、一緒に来てくださってるので、後半登場していただいて、どんなお兄ちゃんなのかとかね、いろいろ伺いたいと思います。では井上貴選手のプロフィールを簡単にご紹介させていただきますね。宮崎県出身、2000年の11月25日生まれ。すごいね、2000年生まれって年齢分かりやすいね。24歳？はい、まだ23歳。23歳、はい、ね。あ、11月だもんね。163センチ、54キロ。はい、痩せてる。多分62ぐらいです、今。え、体重？違います、身長。あ、身長？なんかこの時測った時より、この数ヶ月後に測ったらもっと縮んだの？縮んでました。朝測った方がいいよ。ね。サーフィンの3種目、ね、三刀流ということで、ショートボード、ロングボード、サップサーフィン、それぞれもうプロで、はい、ということで、ショートが9年、ロング7年。今年で10年目だと思います。10年になってるんですね。はい、で、いろいろね、プロフィールを調べていましたら、いろんなボードに載っておりますが、はい、なんと、襖にも乗れるって書いてありましたよ。はい、YouTube 企画で襖に乗ってみたら乗れました。襖ってさ、はい、押し入れとかをこう、そうです、そうです。紙でしょ。僕が乗ったのは、最近の襖だったので、うん、板の上に布を貼ってやるタイプだったので乗れました。紙だったので。なるほど、紙、紙。私の時代はね、もう紙みたいなね。感じだと思ったんで。え、これ YouTube にあるんですか？はい、僕の YouTube チャンネルにアップしてあります。襖に、襖抱えて入っていくんでしょ？そうです。ね、抱えて入っていくんでしょ？それ想像するだけでおかしいね。ちょっと要チェックですね。ぜひ、リスナーの皆さんも、井上貴ちゃんの YouTube チャンネルで、襖をね。いや、でもその前にね、襖よりも、乗ってる姿の YouTube とか SNS ぜひチェックしてもらいたいです。本当かっこいいよね。ありがとうございます。すごかった。びっくりした。で、なんでね、タカちゃんと私が仲良くなれたかっていうと、監督が怒ってはいけない大会に、日本財団にヒーローズさんという社会貢献をしたいというアスリートさんの団体がありまして、ヒーローズさんって。そこのヒーローズさんに井上貴選手は登録していって、で、私たち怒ってはいけない大会がぜひアスリートの皆さんに助けてほしいということで募ったんです、参加者を。そこでタカちゃんがこの間1月の福岡の大会に来てくれて、もう本当に大好評だったんです。ありがとうございます。10人ぐらいね、アスリートが来てくれたんですけど、タカちゃん、怒ってはいけない大会、バレーボールの小学生大会参加してどうでしたか？
いや、僕がすごい楽しませていただきました。どうだった小学生。やっぱり子供って純粋に楽しむのが最初なんだなっていうところと、うん、やっぱり子供の純粋なひたすら頑張るっていう姿がすごい、こっちも勇気もらえて、ああいう試合増えてほしいなって思いました、うん、ねえ、なんか子供たちから毎回学ぶんだよね、勇気もらったり刺激もらったり。でもさ、私はアスリート時代に社会貢献をしようとか一切考える余裕がなかったわけ。引退してやっとね、こうやって子供たちのためにって始めてるけど、たかちゃんはなんでその社会貢献をしたいっていう風にそのヒーローズに入ったの？もともとはその、まあ、話し出すと長くなっちゃうんでかなり省きますけど、はい、小学校と中学校、学校側の嫌がらせで行けなくて、うん、でまあかなり悪い方っていうか全然暗い方にどんどん行ってたんですけど、うん、あるきっかけがあってサーフィン始めて、で、まあ、結果として3年かなという短い期間で世界のトップに出れた、うん、でまあその世界に出た時に世界チャンピオンだったりっていうトップ選手がすごい褒めてくれて認めてくれて、でまあ、その学校行けなかったっていうのは、まあ、否定されてたのと一緒なんで自分の生き方を、うん、それが認めてもらえたっていうのがすごい嬉しくて、うん、でこれって結局その同じ環境の人たちもたくさんいると思うんですけど、そういう人たちってきっかけをつかむ、うん、きっかけ自体が少ないと思うんで、まあ、何かしらきっかけつかんで一生懸命頑張ったら夢に限りなく近づくし、誰かしら認めてくれる人が現れるんだよっていうことを伝えたいなって思ってたところに、ちょうど日本財団のヒーローズの方の話と出会うことがあって、まあ、参加させてもらったっていう感じです、うん、いや実はねトークショーしたでしょ、はい、初日に子供たちとか保護者さんの全員の前で、で大会が終わった後子供たちに誰の話が面白かった、印象残ってるって参加の小学生に聞いたら、タカちゃんダントツナンバーワンだったんです。大人気、タカちゃんの話はすごく良かった、感動したって小学生たちがみんな言ってました。でまず開会式が終わった後に丸バツクイズっていうのをね、はい、やって10問出すんだけど、小学生も自分たちでその答えを選択して行動するっていうね、あまりそういうことやったことないんだけど、クイズ、誰も知らない答えのクイズだから自分たちで丸か×かを選択して運を、スマホだから多分限界があるんですね、知らなかった、うん、普段カメラで撮影してるんで、あ、そうかそうか、一眼レフとかで、うん、なるほど、すいません、はい、じゃあ次は曲明けは妹さんも入ってもらって、じゃあ行きましょう、はい、ちょっと時間ないよね、でもいい、ちょっともうちょっと編集します、はい、はい、いきまーす、5、4、3、さあ本日は三刀流プロサーファーの井上貴選手をお迎えしております。なんとね今日は妹さんお二人も一緒に来てくださっていますのでお話一緒に伺いたいと思います、まず楓ちゃん18歳こんにちは、井上楓です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてさくらちゃん15歳、みなさんこんにちは、井上さくらです、しっかりしてるそっくりね、かわいい。今日はここに来るスタジオに入る前に藤沢駅のスターバックスで、3人にね私ご馳走しまして、どうでしたかスタバ、人生初のスタバでした。18歳、かえりちゃん初スタバ、はい、僕もです、え全員本当に本当です、え全員スタバ初、初です、なんと貴重ななんと貴重な3人なんでしょう。もうね本当に初めてねタカちゃんに会った時はもうピュアでもう天使のようで心奪われたんですよ、いろんな話も聞いて、もうきっとお父さんお母さんもね、あとお兄ちゃんもいるそうなんですね、もう一人ね、
いやおごりがいがありました。今日なんかのなんだっけ、なんとか団子フラペチーノ、新しいなんかピンクのお団子が入ったねフラペチーノですが、楓ちゃんどうでしたか味は。美味しかったです。さくらちゃんは、すごく美味しかったです。あのしかもこれ確か時期に合わせて、桜の花に合わせたのかなピンクなので、うん、あ、そっか、そんな前の桜なので、そうだバッチリ。すごく嬉しかったです。よかったです。私はちょっと甘そうでカロリー高そうだなと思って敬遠したんですけど、3人はね、あのおしゃべりしながらゆっくり飲んでねって言おうと思ったらもう空だもう空だってね、スタジオ入った時には早かったです。まあ溶けちゃうからね、今日あったかいからね、溶ける前に美味しくいただかった、ね、美味しくいただきました。よかったです。で、3人とも三刀流でプロサーファーということですが、やっぱりお兄ちゃんを見て始めたんですか、楓ちゃん。はい、そうです。さくらちゃんは、兄と姉を見て相撲を始めた感じです。2人から見たらどんなお兄ちゃんなんですか。そうですね、スパルタだけど優しいお兄ちゃんです。スパルタなんだ。あ、優しいけどスパルタのお兄ちゃんですね。優しい、なるほど、スパルタだけど優しいなんて、優しいけどスパルタ。なるほど、はい、さくらちゃんは。そうですね、まあ、スパルタですけど、結構、まあ、何でもやってくれて、すごく優しいお兄ちゃんです。そう、あら、タカちゃん、スパルタなの。私、天使とか言っちゃったけど。いや、スパルタのつもりないですけどね、まあ、でも、プロである以上、当然ながら、成績もですけど、まあ、賞金も変わってくるわけですし、スポンサーに対しても変わってくるので、うん、当然ながら試合とかはしっかりやるよって話なんで、スパルタとはちょっと違うと思うんですけどね。はい、でもスパルタなんですよ。タカちゃんはさ、はい、独学って聞いたんだけど、はい、どうやって覚えたんですか。宮崎の中でも僕のいるところはすごい田舎なんで、うん、で、波も全然良くないので、あんまりサーファーの方が来ないんで、まあ趣味でされてる地元のおじいちゃんぐらいしかいなかったんで、お手本にする人もいなくて、うん、ただ単にサーフィン楽しくやってたんですけど、ジャップを目指すってなった時に知り合いにが DVD をくださって、うん、もう DVD の中に映ってる世界チャンピオンのところがもう師匠っていう感じで、もうひたすら見て巻き戻してスローして、で自分のライディングはプロ目指すんだったらって言って親がカメラ買って撮影してくれたんで、うん、もうそれを見比べてどこが悪いのか徹底的に自己解説してやってきました。なんかサーフィンにはさ、いろんな用語があるでしょ。はい、ああいうのもさっさと覚えちゃったの。いや、用語っていうのがなかなか、その雑誌は買ったんですけど、大まかな内容しか書いてなくて、あんまり細かい内容がなくて、うんうん、もう最初の頃知らなかったんですけど、まあ大きくなるにつれて、まあ YouTube を見るようになった時に、うん、海外の試合のライブ中継だったりとかで解説してる方が、まあ、英語でほとんど聞き取れないんですけど、知ってるような技の単語の続きみたいな感じで解説してたりするのを聞いて覚えるようになりました。すごいね、独学でさ。初めて何年でプロになったんですか。僕は多分サーフィン初めてだと4年ぐらいですかね。高校から始めたのは12歳です。で、13歳の時ほとんど1年できてなくて、14から再開っていう形だったんですけど、うん、で16の春にプロになって2つ、うん、で17歳の春に3つ目取って、うん、18歳の夏に世界3位トントントンという形ではありますけど、はい、そんな感じですね。それ楓ちゃんとさくらちゃん近くで見ててどうだったの、お兄ちゃん。なんかよくわからないことしてるなって感じでした。本当、はい、さくらちゃんは。そうですね、もう兄が世界に出だした時まだ小さくて何もわからなかったって、で気づいたらあれもう上にいるなみたいな感じで、もうほとんどわからない状況で。本当、やっぱタカちゃんはすごい一生懸命練習してた。
はい、あのどんな波でも入っていて、こっちもえーみたいなぐらいの波でも入っていって、すごい頑張っています。本当。さくらちゃんとかえでちゃんは何歳から始めたんですか、サーフィンは。私は10歳の終わりぐらいですね。私は、7歳の終わりぐらいですね。姉と一緒に始めたので。うん、あ、なるほどね。たかちゃんから見て、2人の素質はどうでしたか？いや、すごいあるだろうなと思ってたんですけど、かえでに関してはもう、僕より全然すごくて、お化けです。お化け、はい、なんか結果もすごいんでしょ、たかちゃん紹介して。はい、あの初出場の、プロ の最高峰リーグで、ジュニア部門、うん、サップロング部門、うん、サップショート部門、ジュニアもサップのショートなんですけど、す、う、べ、ん、てあの優勝して、うん、サーフィン界初の3冠のワールドチャンピオンを達成という。すごい。そして去年もあの2年連続のジュニアとサップロングのワールドチャンピオンと、うんうん、サップショートは、最後地元のワールドチャン元ワールドチャンピオンの方に負けて僅差で2位だったんで、うん、3冠2年連続ならなかったんですけど、うん、2年連続の2冠っていう、またこれまた世界初のお化けやらかして、はい、で先日あのアジア最強って言われた2人倒して、うん、圧倒的なダーリングの差を見せつけて優勝して、うわ、それがそのこの間言ってたフィリピンでしょ。楓ちゃんおめでとう。ありがとうございます。なんかすごい、これまではタカちゃんに言わせると全然試合がダメだったとかってね、結果をなかなか出せなかったけど、この間のフィリピンは良かったって言ってましたけど、楓ちゃん的にはどうだったんですか？私今まで試合で全然実力のほとんど出せなくて、それが結果に出てて負けてたんですけど、この間のフィリピンの試合ではやっと実力出せるようになってきて、うん、でそのフィリピンで2戦あったんですけど、2戦とも実力出せるようになってきたので、そこはなんかすごい自信になってきてます。しかも2種目なんです。2種目はい、2種目同時開催を両方とも、5位以内っていうすごい、ね、それはなんか心境の変化っていうか、なんかあったんですか？何なんかな、ただあのその2022年、2023年ってサップ そのワールドチャンピオンを取った方のサップの試合にワールドチャンピオンに出てて、それでその周りの選手とかに刺激をもらったりとか、うん、あとその兄が出ているあの最高峰のロングボードのワールドツアーにも特別枠で1回出たことがあるので、そこで知り合ったそのワールドツアーの選手とかに刺激もらって、あ、自分もこうした方がいいなとか、もっとライディング全然足りないなとか、やっぱりすごいズーズー選手から刺激もらって、そこから変わったんじゃないかなって思います。やっぱ経験とかね、はい、仲間が増えてとか、はい、すごいですね。世界で活躍する3人がね、カジ君すごくない？すごい、本当にすごい、こんな若いうちから、うん、もう感動ですよ、おばさんは本当に。いやー、じゃあもうね、あっという間に時間がなくなっちゃったんで、じゃあ3人にこれからの目標とか、あと困ってること、クラウドファンディングしたりね、お金も大変だったり、スポンサーさん募ってるとか、もしそういう話があれば、じゃあさくらちゃんからあ、楓ちゃんにしようかどうする、お兄ちゃんがにするあ、じゃあ お兄ちゃんを締めと思ったけど、あ、じゃあじゃあどうする、じゃあ、じゃあ一番下からいきましょう、さくらちゃんから。今大会に出る遠征がなくて困っています、今、あの3人でみんなであのスポンサーを募集しているので、よかったらあの、お話しいただけると嬉しいです。目標は、あの兄と姉みたいに世界の試合に出れるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。では楓ちゃん、次サップのサップサーフィンの方はワールドチャンピオン獲得しているので、次はロングボードとかショートボードでも取れるように頑張っていきたいと思います。そのためには、世界回るのに遠征費の方がちょっと大変なので、スポンサー募集しています、よろしくお願いします。はい、楓ちゃんありがとう。では最後お兄ちゃん、たかちゃんお願いします。はい、さっきちょっと言いそびれてたんですけど、さくらもお化けなぐらいに、あ、はい、ロングボードに関してはもうスタイルがすごい採点にちょっと関係してくるんですけど、スタイルがめちゃくちゃすごくて、世界でももうすでに評価されてるんですけども、
はい、ただあの体が大変小さいので、ちょっと板を作るのが結構大変だったりとかっていうところもあったりするので、あの小さいのを作るっていう調整が、はい、あとやっぱり海外での練習っていうのはすごい大きいので、僕も自身もすごい上手くなったので、まあ、できることなら、妹の楓の方は、僕と一緒でワールドツアーに出る可能性が今あるので、できることならさくらも一緒に連れてって練習させてあげたいなっていうところで、あと今年のパリオリンピックが終わると発表されるんですけども、うん、2028年のロサンゼルスオリンピック、ロングボードの聖地がカリフォルニアなので、すごいカリフォルニア州が推してるそうなので追加されるんじゃないかということで、はい、日本でもそれを見据えた強化指定枠っていうのもできていて、決まれば兄弟3人可能性あるので、うん、今年からちょっと今年はすごい大事になってくるので、うん、海外に余計に挑戦したいと思いますので、はい、結構高い国も多いですし、あのなんせ3人兄弟なので同じ財布からなので、結構遠征費が苦しかったりするので、ぜひあのサポートしていただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に切実なね、やっぱり活動するためにスポンサーさんを募るということで、湘南の皆様応援してくださる方がいたら、ぜひぜひね、マスコまでなんてマネージャーみたいになってます、お願いします、よろしくお願いします。いやでもパリオリンピックが終わってね、ロスのオリンピックは楽しみですね。それはそうですね、追加されることを願って、ね、はい、私やっぱりさ、オリンピックが近くなるとアスリートがどんどん CM に出てくるでしょ。なんかもう想像できるよ、ロスオリンピックの近くになった時に、例えば、コカ・コーラとか、あれなんだっけ、あのエナジードリンク、レッドブル、レッドブルとか、もうこの兄弟3人で撮影してね、もう見えてるね本当そういうのがぴったりだと思う、3人こんな可愛くってね、ぜひぜひ営業に、はい、頑張ります、行ってほしいな、うん、なんかレッドブルとか行った？レッドブルは以前問い合わせの方出したんですけども、うん、まあそこ結構大きいので、うん、なかなかその個人は取らないのかなっていう噂なんですけど、実際のところは分からないです。なんか年齢とかいろいろもしかしたらあるかもしれない、多分オリンピックに決まったらまた変わるのかもしれないですけど、うん、まあ、ね、以前出した時は多分でもね、うん、皆さんいろんな競技の方が送ると思うんで、多分全然全然あれだと思うんですけど、うん、でも3兄弟っていうのは売りだと思いますから。そうですね、ね、頑張りたいと思います。でもね、3倍かかるからね、費用が同じ財布なんですね、同じ財布本当に頑張ろう、はい、ね、ぜひまた湘南に、はい、あの来た時には遊びに来てください、はい、では本当に今回ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。井上貴選手、楓ちゃん、さくらちゃんでした。